はい、どうも、じゃあ、ササイアンです。本日もニュースをついていきましょう。今回は立憲民主党が新しいポスターを作ったということで、左旋回系のササイアンが一肌脱いで応援してあげようという企画なんですけどもね、ポスターの宣伝をしてあげようという企画なんですけども、すいません、私、ササイアンをもってしてもですね、これはちょっと深刻すぎてどうにもならなそうだなと思いましたので、僕の本業、マーケティングの視点もね、ちょいちょい混ぜながら切っていこうと思います。僕のおしゃべりを聞いて目のつけどころがいいねと思った方はですね、動画を再生中でも押せますのでチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは早速記事読みの方から参りましょうか。トースポウェブより見出しがですね、蓮舫氏が立民新ポスター発表、国籍を問わず私たちが届けるあなた方の政治に変わりはありません。はい、もういきなりネット民をわざと焚きつけてるようにしか思えないパワーワード、国籍を問わずなんて言葉を入れておりますけども、早速本文の方を読んでいきましょう。立憲民主党代表代行で広報本部長の蓮舫氏が10日国会内で会見を開き、2種類の新ポスターを発表した。蓮舫氏によると、新ポスターにこだわった中身は、立憲民主党は何をする政党かと一言で有権者に届くメッセージ、枝野氏と立憲ブルーという政党色を前面に打ち出したという。いや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 、かっかっこいいですね。実にかっこいい。蓮舫の白いモビルスーツ、違った。白いスーツが似合う蓮舫広報部長が枝野さんと懸命に考えた挙句打ち出した政党色は立憲ブルー。なんかあれですね、サムライブルーみたいな感じでね、サッカー日本代表を意識したかのような、日本人に浸透しようとするそのマーケティング戦略、はっきり言って好きです。言ってる中身は別ですけどもね。はい、それで、キャッチコピー、あなたのための政治は、国民のために一括りにするのではなく、性別や年齢を超えた多様性のある一人一人に届くための政治をアピールした。ポスターは、枝野氏がマイクを握って演説する姿と、立民のメッセージが記された2種類だ。はい、ストップ。蓮舫さんは本当に優れた広報部長さんだよね。あなたのための政治は国民のために一括りにするのではなく、つまり先ほどのパワーワード、国籍を問わずってことを言ってるんでしょうけども、僕はね、100ポイントってね、これを枝野さんが言うなら OK なの。あるいは野田元首相が言うなら OK だと思うのよ。でもさ、二重国籍の疑いが何ら晴れていない蓮舫さんがこれを言うのはさすがにね、X でしょうよ。もし仮に、私は実は中国人でしたって人がですよ、国民のために一括りにするのではなく、日本の国籍を問わない、性別の年齢を超えた多様性のある政治って言っちゃえば、中国コミンテルの浸透政策ですかって誰もが疑っちゃうじゃないですか。これだったら、白新君みたいにですね、もともと在日韓国人なんだけども帰化しましたって、素性がはっきりしている人間に言わせた方がまだマシですよ。素性がはっきりしていない蓮舫さんが国民のために一括りにするのではなくって自信を持って言い切っちゃうところに、いや、蓮舫さんというよりも、これを蓮舫さんに言わせちゃう党執行部のセンスにただただ驚くばかりでございますが、いやー、ちょっと本当ね、熱出そうだわ。はい、ほんで、この時期に発表した理由は、次期衆院選を見据えた狙いと、一足先に自民党が菅首相がデザインされた新ポスター、国民のために働くを発表していたからだという。蓮舫氏は国会も始まりましたので、自民党との違いというのを浮き彫りにする意味も込めて、この時期になりました。またストップでございます。だからもう何度も言ってるんだけれども、それが間違いなの。大規模与党に埋もれないために自民党との差別化を図るというのは、まあこれマーケティング的には一応ね、一応合っているんだけれども、常套手段なんだけども、でもそれを長年続けて結局ね、旧民主党イコール旧民進党系のシェアってどんどん減っているわけでしょ。そしたらその差別化は間違いだってね、その道ってのは間違いで、国民が望んでいるのは自民党よりももっと良い提案ができる知的な集団を必要としていると思うんですけれども、自民党の差別化イコール自民の反対側っていうね、その戦略が、それもね、泡沫政党がやってることと何ら変わらないんだけども、社民党の福島さんに一回聞いた方がいいよ。本当ね、もうね、乾いた笑いしか出なくてね、僕は喉がカラカラなんですよ。ちょっとね、トローチ舐めたいね。はい、それで、選挙は1年以内に必ずありますから、常在戦場です。その時々の政治課題、皆様の関心があれば、ポスターをリニューアル、アップデートすることを考えています。と、蓮舫氏。待て、これは何ですか？皆様の関心があれば、リニューアル、アップデートをいつでもするって、これ、一見ね、柔軟性をアピールしてるかのように見えますけども、裏を返せば、本当は自分たちもこの方針でいいのかね、ちょっと迷っていましてね、皆さんの反応次第では選挙前にポスター変えますよってことでしょ？笹谷広報部長の
蓮舫さんにマーケティングコンサルタントとして、ね、ちょっとアドバイスをさせていただきますけども、とりあえずそのキャッチコピーだけはさっさと差し替えた方がいいと思いますよ。その理由は最後の謎かけの後に、ね、話しますので、ね、一旦記事に戻ります。立憲は支持率で自民党に大きく離されている新ポスターのキャッチコピー、あなたのためのあなたとはどのくらいの支持者を対象にしたものか。すべての国民です。それとこの国で暮らす国籍を問わずすべての住人です。自民党支持者、公明党支持者、他の政党でも私たちが届けるあなた方の政治に変わりありませんと蓮舫氏は説明している。おしまい。ということで、最後のくだりが立憲の本当のスタンスを表していますよね。すべての国民です。それとこの国で暮らす国籍を問わずすべての住人です。もう聞いててすがすがしいほどにドンズバ言ってくれるんでね、あれなんですけれども。でですね、ここでちょっと左旋回系の、僕の片鱗をお見せしますけども、僕は僕なりにね、タイで事業も営んでるものですから、普通の人よりは外国人に甘い部分、甘い感性を持っているというふうに思います。日本で働いている外国人を見てもどんな事情で来てるのかわかりませんけどもね、どう考えても人手が圧倒的に足りない職種というのもあるわけで、それを支えてくれる外国人労働者には感謝しております。よくね、あの保守の論客で外国人労働者反対ってね、声高に単純に叫ぶ人いますけれども、僕はその意見にはちょっと乗れない立場なんですよ。なぜなら僕の実家はですね、もともと農家でございまして、僕は農家の長男坊なんですよね。ですけれども農業は継いでいないんです。だから実家の農家というのは先代の親父の時代で終了なんです。なんでかっていうとね、正直ね、食えないんですよ。一部の大規模農家を除きましてね、大半の中小零細の農家は本当に食えないんです。最近はこの気候変動で2年とか3年に1回ね、台風だとか豪雨で収穫が全滅に近いダメージも受けますからね。今年なんかは天候は比較的安定していた方なんだけれども、コロナの影響で外食産業がズタズタで、外食が伸びないから米余り現象が起きて、新米の販売価格も今ね、安値で動いているんですよ。こんな農業ですから、本来の姿であればですよ、収穫が安定している時はボロ儲けできて、そして天候不良の時は全く稼げなくて、3年とか4年単位で鳴らしてそこそこの収入だねってのが理想論なんですよ。事実20年前であればですね、そんな感触で農業はやってこれたと思います。しかし今さっき言ったようにですね、自然災害が多いのに収穫が安定している年でさえ稼ぎが少ない。結果的にそんなリスキーな農業を継ぐ若者はいなくなりまして、本来なら引退しているご老人が出張ってね、今でも出張ってやっており、僕の親戚のね、65歳のおじいちゃんが農家の周りから若手と言われているんですよ。日本の農家は崩壊寸前って言ってるやつは農家を知らない人です。それは完全に間違いで、もう農家は崩壊している最中、僕から言わせれば崩壊チューイングなんですよ。ちょっと英語の使い方が間違っていますけども、こういう冗談でも言わないとね、皆様の頭に刺さらないので、バカみたいに崩壊チューイングっていう言葉を使ってるんだけれども、だから低コストの若い外国人労働者に農家を手伝ってもらうというシビアな現実がね、実際にあるんですよね。だから外国人労働者がね、日本人労働者の賃金アップの足かせになってるっていうのを聞くと、じゃあ君が僕んちの農村をサポートしてくれよ、外国人労働者を追い出して、本来リタイアすべき70歳を超えた老人を農業から追い出せば、市場原理で農家の人件費見合いがね、アップして儲かるようになるって証明して見せてくれよと声には出しませんけどね、つぶやいておりますよまあそういう背景が僕にはありますから、外国人労働者という部分に関してもですね、若干のシンパシーは感じているんだけれども、ただね、何回も言うんだけども、そんな僕でさえね、蓮舫さんは擁護できないんですよ。多国籍の人にも住みやすい環境っていうのは、それを政治の場で声を大にして言うのは、もともとの日本人がちゃんと帰化した人で、国籍不明の人がもっと強く言えば、国籍証明を拒んだ人が国籍なんて関係ないって政治的メッセージを出すのは全くもってありえないですよ。そしてその蓮舫さんをこのポスターの発表会の広告塔に使った立憲民主党のセンスがあまりにも荒れすぎると言っておきましょうか。とりあえず国籍証明を拒んだ蓮舫さんが国籍なんて関係ないとメッセージに違和感を感じた人は、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。いや、しかし本当に自民の反対さえしていれば OK って感じがして、立憲の皆さんは楽な商売してんなと思いますよ。そんなあなたたちに笹谷が心を込めて謎かけをプレゼントしていきましょう。立憲民主党の議員とかけまして、新ポスターのキャッチコピーと解きます。その心は、あなたたちのための政治。
やべえ、バッサリ切りすぎてなんか骨までいっちゃったみたいな感じもしますけどもね、感触的に骨までいってますよ。大丈夫かな、救急車呼んだ方がいいかもしれないレベルですけれども、いやしかしね、記事読みの途中でマーケティングコンサルタントとしてアドバイスしますが、このキャッチコピーだけは差し替えた方がいいですよって言った答えがまさにこれです。立憲がやっているのはあなたたちのための政治だろって、こんな風にネット民がいじるの絶対やるの想像できるじゃないですかね。皆さんそう思うでしょう。まあこれを炎上マーケティングの一環として、そういうストーリーで広報部長の蓮舫さんがね、SNS 上での広がりをね仕掛けたんだとしたら、ハッシュタグあなたたちのための政治に反対しますってのを流行らせてでもですね、知名度を上げる作戦に出たいのであれば、それはね失礼しました、お見それしましたって話になりますが、いやーその線は絶対ないよね。ということで本日も面白かったやためになっている方はね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。すいませんでした。